皆皆さんおおはよううございますおざいます主の皆もとししょ後ろの方は今日は前に座った方がいいと思うんですがこれからちょっとビデオ画像を見せしますんでね後ろの方はちょっと見づらいかもしれませんからね、えー、神様がどんなに素晴らしいお方なのかどれだけ偉大な方なのかということをちょっとお見せしたい。 YouTube が二つありますんで、まずそこから今日はスタートしましょう。じゃあお願いします。この画面はですね、火星に探索機がまた最近到着しました。 それがちょうど到着した時の地上の様子です。 この喜びを、ね、ご覧になって、ね、何をそんなに喜んでるんだろうか、火星に探査機が無事着陸したことをまあ彼らはもうずっと見てきたわけですから、その過程を通して今の成功があることを喜んでいるんですけども、もう一つ。 YouTube をお見せします今、技術がものすごく進んで、えー、多星火星に探索機が2008年に着いたときはボールのようにバウンスして火星に到着したのを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない、ボーン、ボーン、ボーンってスーパーボールみたいに、そしてそのスーパーボールがパカって割れて中から探索機が出てくるんですけども、今は技術が進歩しました、見てください。 火星ですね。火星。えー、火星までの距離が。六億八千万キロ。 425ミリオンマ l e スそしてこのスピードを見てください2万1000キロのスピードで火星に向かって飛んでいくんです1万, 13, 1万3 0 0 0 miles per hour 1 3000マイル2万1000キロのスピードですこの地上において一番速いと言われているジェット機がマッハ2.5ですからその10倍の速さで飛んでいくと 8ヶ月半で隣の惑星火星に到着します2万 1000km のスピードで飛んでっても8ヶ月半もかかるよーく見てください 無人です。 6億8千万キロ離れた、はい、ありがとうございます。今、ちょっと見ていただいたんですけど、6億8千万キロですよ、地球から離れたところに、地球からコントロールしてるわけ、すごいことだと思いません当然、あの喜びだと思いませんか皆さんがその仕事にかかってたとしたら、どれだけの年月をかけて準備をして、そして、やっとここまで技術が、 進歩したんですけどちょっと聞いてください、ここからが大事あの。これがこの画面を見てほしいんですが、太陽系ですね、見えますか、水金地下木、土天冥明海なんですね、昔は海明って言ってましたけど、土天冥明海に変わったんですけども、まあ、これが太陽系なんですけども、今見ていただいたのは、なんとこの地球の隣の、 火星ま、全く隣の星なんですよ隣の星だけでも到着できたそれも人間を乗せずに到着できたっつってあそこまで喜んでるわけところが宇宙っていうのはまだまだ大きいんですその,その大きさをちょっと今日はね皆さんにお話ししたいんですえ最近この出た日刊さんの新聞に「ボエジャー1っていうのが、まあ、見た方もいらっしゃるかもしれませんが 35年前に打ち上げた宇宙船、ボエジャー1当然人間は乗ってません、それが今、この地球から火星、木星、土星、天王星まで今、届いて、35年ですよ、今やっと太陽系の端まであと少しっていうニュースが出ました。いいいですかかそれがどういう意味かって 太陽系っていうのはこれ見えますかこここの赤いところ銀河系の中の点にすぎないのそしてその銀河系っていうのはこれだけ大きいんですけど見えますかこのここが銀河系の中で今35年かけて太陽系の端まで来たとか言ってますけどそれはこんな点にすぎないんですね そしてそれだけじゃなくてこの銀河系っていうのが宇宙にどれぐらいあるかというと数千億個の銀河系が宇宙にあるんですってはあって感じじゃないですかもうどんな世界なのそれってそしてそれが今でも広がっているまだ宇宙がどんどん広がっているんですって もうねこれ皆さん、夜考え出したら眠れなくなりますよ。どうなってんの、宇宙の終わりはって。ちょっと一回考えてみてください。これね、私もクリスチャーになる前にずっと考えて結論が出ないでもうだめだ、お酒飲んで寝ようって、お酒飲んでごまかして、ごまかさなければこの問題の答えが出ない、出せないです、人間にには三次元の世界に住む私たちには。 4次元という言い方がいいのか多次元という言い方がいいのかはそれは分からないですけどもとにかく3次元以上の世界に住んでいらっしゃる神様が作った宇宙があるってことをまず一つ皆さん覚えておいてほしいそしてそれが今どんどん広がっている聖書には何て書いてあるかといいますと「イザヤ書」の40章22節聖書がない方は画面を見て,てください。主は 地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民はイナゴのようだ。イナゴって英語でグラスホッパーって言うんですね。神様は今言ったどんどん伸びている天の上に住んでいらっしゃる。そして、主は天を薄切布のように伸べ、薄絹布のようにまだこう伸ばしている。 伸ばしているさっき言ったように宇宙はまだ伸びて広がっているそしてこれを天幕のように広,がれ広げて住まわれる、まあ、要するに神様はその宇宙の上に住まわれていて私たちはその下に住むグラスホッパーイナゴのようなものだと、ね、じゃあイナゴのように扱われてるかっていったらそういう意味ではないんです 一つ今,今日大事なポイントはこの宇宙というのを神様が作られて目的があってあるということそしてそれはもう人間の考えでは計り知れない大きさであるということをまず分かってくださいこの教会のあるメンバーの方なんですけどもお父様がパイロットをされて長年されていたジャンボジェット機の機長だったっていうんですけども 飛行機にいつも乗っていると、まあ、いろんな場面があって、命を本当に危ないというところも何度も通ってこられて、そして飛行機の上からこう、えー、天気を見ていてです、ね、地上の気象状況を見ていると、これはもうどう考えても、天がコントロールしているとしか言いようがないと、人間にはどう見てもコントロールできるものではないということを、本当にこのお父様が常日頃言われてたっつうんですね。 でね、いろいろこう問題があるとお前なんでそんなことに、ね、悩んでるんだって命があることを感謝しろよって「こまいこまい」っていう言葉をんですねこ「こまいこまい」ってどこ弁なのでしょうかねって聞いてるんですけど <laughs>、まあ、まあそれは別として要するにあんまり細かいことにこちょこちょ言うなと神様がすべてをコントロールしてんだから命が与えられたことを感謝してそんな細かいことをいつまでも言ってんじゃないと。 いうことをいつも言われて育ってきたと言っていました神様はこの宇宙を本当に管理しながらですね私たちに間違いなく心配するなってなんでそんな細い細いことを言うんだってお前は私たちに言ってるではないでしょうかね皆さんどうですか小さなことに本当に悩んでいる私たちを 神様の目でね本当に見る癖をつけることが大切だと思うんです数えきれないほどこの惑星に宇宙には惑星があると言われてるんですけどもその中でも生命が与えられてる惑星というのは地球だけだと言われてるんですねでもまあこの中にはもしかしたら23人の方はいやそんなことない必ず人間みたいなのが住んでる違う惑星があるって思ってる方がまだいらっしゃるかもしれませんけども 今の科学でではははそれは実証すすることはできませんべての条件が揃っていなくては生命が存在することができないほどこの地球というのは神様が綿密に計画を立てそして宇宙の中心として作ってくださってその上を覆う、まあ、テントのようなもの、えー、天,を天幕のように広げて住まわれる英語ではテントという言葉を使って。 キャナピーという言葉を使っている、まあ、そんな神様が私たちのことを心配してくださっていることを本当に覚えておきたいと思いますそして神様はもっと大事なことはそんな宇宙をもコントロールしてらっしゃる神様が私たちのことを何と言っているかエペソの一章四節すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から キリストのうちに選び、見前に清く、傷のないものにしようとされました。世界のもといの置かれる前からっていうのはどういうことですかさっき話した、その壮大な宇宙を作る前から、神様は私たち一人一人を選んで作ってくださったっていうんですけど、皆さんは信じますかアアーーメメンン信じる人はアーメン え本当なの世界のもとへ宇宙を作る前から皆さん一人一人をもう計画して愛を持って生まれることを計画してくださったって言うんですよこんな素晴らしいことがありえますか橋の下で拾われてきたなんてことは絶対ありえないと聖書は言い切っていますそして今日の聖書の箇所先ほど読んでいただきました「エペソの2章10節私たちは神の作品であって皆さん 神の作品ですよ私たちは英語ではマスターピースマスターピースってことは二度と同じものがないってことです画家が絵を描いた絵はコピーはあるけどもマスターは一つしかない二枚として同じ絵を描けない彫刻も一緒一個しかマスターはありえない真似はあるねですから 私たち皆さん一人一人はマスターピースですよ。神の作品、間違いなくここに生まれてきたことを本当に信じようじゃありませんか。あめンそして、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、ここから聞いてください。その良い行い行も あらかじめ備えてくださったのですすどうします備えてくださってる良い行いがあるにもかかわらず私たちは自力で勝手に生きてんじゃないぜひこの教会を通してその良い行いというものを探していただきたいそしてその前にまず自分の価値というもの 神様の目の自分の価値というものを今日しっかり自信を持って帰っていただきたい。前にもお話したことがありましたけれども、神の作品という話をするとき、私はこの話が本当によく理解できる例だと思います。ここに百ドル札があります。この百ドル札は、まあ今これはピン札ですから手が切れそうなピン札なんですが、これあの今日皆さんお昼に使ってくださいつっ,ったらもらっていただけますか。 まあ嫌だっていいうう人は少ないでしょうね <laughs> じゃあこれをね私がぐちゃ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 っとしてぐちゃぐちゃにしてももらっていただけますかはいですよねじゃあそれかこの教会の前の駐車場にこれを引いてですねまあ1週間ぐらい置いといてですね雨が降って車に引かれて油にがギトギトになって雨でごちゃごちゃになってぐよぐよのふにょにょの も,もやもやの、まあ、どういう表現でもいいです、もうとにかくひどい、ぐちゃぐちゃもうべちょべちょもいいところ、それでももらっていただけますかどうしてびちょびちょよ、ぐちゃぐちゃよ、オイルだらけよ、どうしてもらっていただけるんですか何 It has value. 価値は変わらないと今、優く君が言ってくれました。価値は変わらない 神様はこの100度の例を通して何を今言いたいか皆さんにどんなにこの人生で叩きのめされてもどんなに大変なところを今通ってるにしてもどんな過去があったとしても神様の目には皆さんは高価で尊い価値は下がらないすごいと思いませんももうこれだけでも今日は握って 帰っていいたただきたいそんな神様が皆さんを本当に愛してくださっているそんな神様を皆さんがを導きたくてしょうがない良い行いまで用意してるんだよ皆さんのためにどうこを向いて歩いてるのよこっち向いてでも神様は皆さんの首根っこをつかんでこっちへ引き戻すようなことはしませんどうするか試練を通して神を選ぶように 試練を愛を愛って皆さんに差し上げますえ <laughs> 試練が来たら愛されてると思いなさいって言われました全然その意味が私も最初よく分かりませんでした何を言ってんだろうな試練が来たら目が自分が神からそれてると思った方がいいかもしれない大変なことが起きたら神から目がそれてると思った方がいいかもしれない もしどうして私ばっかりこんな苦しまなきゃいけないのと思っている人がいたらこの価値の意味をもう一度考えてみた方がいいかもしれない皆さんの価値は絶対に落ちることがありません聖書の中にはどんなことも思い煩わず、ね、そして明日のことを心配するなまたは恐れてはならないいつも喜んでいなさい 絶えず祈りなさいすべてのことに感謝しなさい勇気を持ちなさい互いに愛し合いなさい、まあ、これらの言葉が連発して聖書には出てきますそしてイエス・キリストをそして十字架を信じる者には私たちには永遠の命が与えられる無条件の愛を受けることができる そしてバランスの取れた成功を手にすることができるんです、皆さんそしてこの世の中における三大問題不安、虚しさ、無力感から皆さんを解放してくださる神であることを信じようじゃありませんか今日はですね、すごいことが今週起きましてですねその話を皆さんにどうしても伝えたかった神様は生きてらっしゃる。 昨日ナオ、えー、子さんと言って、今、この前に座っていらっしゃいますけれども、オ子さんという方が最近、ちょ,ちょっと手を挙げてきてください、この方ですね、オ子さんです。えー、ケイズのラジオを聞かれてですね、この教会に通うようになりました、心に光を聞いてです。そして、もうしばらくになります、お子さんを連れて、この教会に来るようになって、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、実は長男の子が11歳で、龍一君って言います。 彼は前から目がある日突然こう見えなくなって真っ暗になるという症状をずっと実は持っていたんです昔は1年に1回ぐらいそういう体験をしたそれが今度1か月1回になって今度1週間1回になって最近は1日1回目の前が真っ暗になって見えなくなっちゃう体験をしていよいよ怖くなってお母さんにそれを告白しました 実は今こんなことの問題があって見えなくなっちゃうんだよそりゃお母さんは焦ってですねすぐ医者に連れてってですね最初は CT スキャンとか言ってそんなもんダメです MRI にしてくださいもうすぐ MRI をやってくださいって言って予約を取るんですけどもそんなすぐ取れないですねやっぱり5日ぐらい時間かかりますよねで来週って言われて MRI の日が決まりました皆さん考えてみてください自分の子供に同じような状況があったとしたら親としてどんな5日間を過ごしますか 大変な5日間ですよそしてその問診をされた時に看護師さんにいろいろこう聞かれたんですね長男がどなんか昔過去に頭を打ったとかいろいろないんですかって聞いたらいや実は小さい頃滑り台から落ちて頭を打ったことがあるでもそれは怖くてその時先生にもお母さんにも言えなかったそれから年に1回月に1回週に1回目の前が真っ暗になることがあるもうそこまで言われたらもうお医者さんも親も これは絶対脳にかか問題があるななと思うじゃないですかそして直子さんは苦しい苦しい5日間を過ごしました、ね、当然最悪なことを考えますよねどうしようもうダメだめだもうこんなんでこの子が本当に手術しなきゃいけないとかなったらもう私は絶対教会なんか行かない神様なんかいない本当にそう思った、ね、もうこの子が何か問題あったら仕事もしたくない わかりますよね、その気持ちは。そしてある日、もう本当に疲れ果てて、ソファーに夜横になっていて、ぼーっとしていたら、止まってるはずの扇風機が急に回り始めたつず、うん、ーっと、それであれって見たら、その横にイエス様が座ってたっつ、うん、いいですかそして彼女は、思わずイエス様のところに行って、手を取って、2階に寝てる息子のところに連れて行った。イエス様 この子が私がずっと今祈ってる隆一なんですこの子を癒してくださいってイエス様をそこの場に残して自分は階段を降りて1階に降りてソファーの上でなんかこう気失ったように寝てしまったんですってでもそのことはちょっとこう忘れてしまって検査の日が来てそして次の日に検査の結果が出ましたお医者様が100%脳には何の問題もありません って言われたつそれでもう,もう全然忘れてしまったそのイエス様のこともそれでああよかったって喜んでいたら23日経って息子が車の中でこう言ったっつうお母さん実はね先週夢の中で白い服を着た人がものすごい光で現れて僕の肩を触ったんだってそしてどん r り心配するな I will take care of you. 私があなたをテーキアしてあげるからって言っていなくなったっつうそれを夢で見たって話を聞いてお母さんも運転できなくなっちゃっておおおおは生きてるそして子供に聞いたってあれから目が暗くなる体験はもうないの一回もないって皆さん信じますか イエス様がそうやって現れたかどうかは彼女にしか分からないし私たちにはそれは知るか、ね、理解できるか理解できないの話じゃない彼が癒されたことは間違いないわけあのまま MRI を取ってたらきっと何かが脳にあって手術をしなきゃいけないような状況になってたかもしれないでもそのすごい光で現れた人の力によってイエス・キリストのが自分の肩に触ってくれて 心配するなんてごさ,、ね、さんぜひ後でねもっと詳しく聞きたい方は聞いてほしいと思うんですけど私たちの信じるイエス・キリストは生きてらっしゃいますこの宇宙が何百億何千億っていうミルキーウェイ惑星があってもそれがどんどん大きくなってる忙しいですよ神様正直言ってどんどん天を広げていかなきゃいけないんだからそんな忙しい神様でも 私たち一人一人の祈りは聞いてくださいますよ。直子さん言ってました。でもなんかビジネスの祈りはあんまり聞かれないのよねって。やっぱり、まあ、自己中心とは言わないですけどあまりこう自分が自分がと思うようなことは神様は、まあ、それぐらいはまあ命にかからないから自分で頑張りなさいみたいな。ね、命だけ保証しておいてあげようみたいなね。祈り方が変わってくるんじゃないですか皆さん。本当に イエス・キリストは私たちと共にいてくださるそして皆さんがこの絵のように本当に倒れても力がなくて立ち上がれないような状況でも後ろで支えていてくださる神様だということを信じようじゃありませんか皆さんの価値は下がることはありえませんそしてイエス様は子供を遠くへ行かせてはいけない私の近くに呼んできなさいとおっしゃいました。この教会には 感謝のことにたくさんの子供が与えられていますぜひイエス様の愛を皆さんも受けてですね自分の価値を本当に理解して子どもを大切に扱うものであっていただきたいと思いますもしまだイエス・キリストのことがよくわからないという方が今日いらっしゃるならば今日イエス様が皆さんに対して手を差し伸べてくださっていますからこのあと生産の時が持たれますからぜひ私も ナオコさんに現れたイエス・キリストを信じます私にも現れてください私も信じて従いますという決意をぜひ聖三式にパンと杯を取る声によって信仰告白をしていただきたいと思います私たちの神様は生きていらっしゃいますお祈りします <music>